派手な短歌切るだけあってなかなかやるな。おめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかがってこい。ああ、かがってこねえならこっちから行くぜ。Thank you.
くだい。手貸せ、このガキ始末しろ。堂島、組長。怠慢張ってたんじゃねえのか、クゼ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、片毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。あわぬ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ。これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。
堂島組長。ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のエスさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のエスさんも全く関わりありません。ですが、あの一つぼで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエスさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだよ。お前は自分の